どうも、くまき音楽です。本日は感電という曲をやっていきたいと思います。このチャンネルではギター弾き語りに関して発信しておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では本題入っていきましょう。ということで今回は感電というね、米津玄師さんの素晴らしい曲がありますので、そちらをねやっていこうと思います。リクエストアンケートで1位だったということでね、今回この、曜日にやっていくということなんですが、前日に講座じゃないカバー動画ですねを上げさせていただきました。で、カバーの時はですね、まああんまりバレエコードを使わないとかそういうことは気をつけてなくてですね、バレエコードがとっさに出ちゃっても、まあ、そのまま生かしでやったりもするんですけれども、この講座の中ではバレエコードを使わないでお手本弾きまでやっていきたいと思います。で、まあ、流れとしてはコードを紹介して、この曲で使うね簡単にしたコードを紹介するのがまずコード紹介で、その後に右手のストロークですね、だからこの動き、これが どんな動きなのかっていうところをまあちょっと解説させていただきまして、そしてお手本弾きっていうね、まあ、いつもの流れになっております。で、前日にカバー動画を上げるっていう風になっておりますので、今後もね別の曲でね講座やっていきますが、そちら前日にカバー動画が上がるようになっておりますので、そちらもね楽しんでいただけましたら嬉しいです。まあ、参考になるんじゃないかなとは思います。で、それとは別にオンラインサロンというのもやっております。オンラインサロンは未公開講座って言ってですね、リクエストアンケートで3位だった曲を未公開講座として載せておりますが、まあ、正直リクエストアンケートってですね結構みんな僅差なんですよね。それも当然なんですよ、全部名曲なんで、もうリクエストをもらってる時点でもう名曲なのは間違いないんですよね。誰かの心を掴んでる曲なのでね、曲はね本当名曲が揃っておりますので、未公開講座の方もねそちらも楽しんでいただけましたら嬉しいです。そっちは格安でやってるオンラインサロンの方でやってますよ。ということで早速コード紹介していきたいと思いますが、今回カポ4ですね。4っていうのは1,2,3,4、上から4フレット目ですね。4フレットにカポをこうやって挟んでいる状態という状態でやっていきますよってことですね。カポ持ってない方はね概要欄見ていただくとおすすめのカポありますのでね。ではコード紹介していきたいと思います。 Am7、この Am7、 この曲たくさん出てきますのでね。そして Bm7、Bm7、 今までこの人差し指を使う Bm7 の押さえ方を紹介してたんですけれども、もうここまでねやってきてくださってる方でそろそろ慣れてきてると思うので、この中指を使うパターンですね。この中指が、5弦の2フレットを押さえるパターンの方にちょっと画像今後はね差し替えておきます。なんでかっていうとこう B7 を出す時が増えてきたからですね。なので今までこう人差し指でね押さえる方でやってきてくださった方もですね、中指の方にシフトチェンジしていただけるとありがたいです。これ別にどっちでもいいんですよ。まあ僕も最初この人差し指の方で覚えてたのでそれにしたんですけれども、 B7 とか押さえるようになってからは中指で押さえるようになってたんですよね。まあそういう経緯があったので最初人差し指でやってたんですけれども、まあそろそろね動画的にも別に最初から中指で押さえてもまあいいかなと思い始めてきましたので、このような Bm7 の押さえ方に変えておきます。画像ね変えておきますね。そして B7、 この B7 っていうコードは Bm7 ができていれば人差し指を加えるだけでできてしまうんですよ、この Bm7 って、まあ、B7 ってね、なので、まあ、僕の講座いっぱい Bm7 出てきております。まあいずれにせよですね、ギターに慣れてきている人であれば、いろんな押さえ方できるようになってきておりますので、この曲も音色的に B7 の方がね美味しいんですよね。合いますので、やっぱ B7 にしたいということで今回も B7 出していきます。まあ慣れるまでゆっくりゆっくりやってみてください。まあ最初はね Bm7 で代用してもいいですからね、そこはもうお任せします。そして Em7、Em7 ですね。まあこれ指1本で押さえられるね簡単コードだと僕は思ってます。そして G はね結構難しいんですよね、力が入りづらかったりするのでね、まあこれも根気よくやっていくのがおすすめですね。そして C もねよくあるコードですね。まあ C に始まり C に終わるみたいなね。そして Dm7 人差し指で、2本の弦を押さえるやり方がおすすめですね。まあ3本の指使うっていうのもありですけどね、こうやってね、まあ鳴る音は同じなんで結局ね、どれでもいいんですが、この人差し指で2本押さえるのはバレエコードの練習になるのでおすすめですよっていうことですね。そして E7、 Gm、 はい、この Gm なんですが、これ簡単コードにしております。本来この曲 Gm7 っていうね、このこのコードがいいんですけれども、これバレエコードなんですよね。バレエコードはですね、僕この初心者向け講座では使わないというふうに決めておりますので、バレエコードではなくてこれ
うん、このバレエコードの下3本だけ押さえている、こういうことですね、うん、全部人差し指でできるといいかなと、バレエコードの練習にもなるのでいいかなとは思うんですけど、うん、指3本でこうやって押さえてもいいですよ。ただとにかく下の3本だけを弾くようにしましょうねということですね。そして F メジャー7、うん、この F メジャー7は F ができる人は F でやってほしいですね、うん、F ができる人はね。だけど F をやるにもですね、まずはギターに慣れてって、ギター筋、ギターのね、コードを抑える力なんですけれども、この筋力、これを身につけてからの方がバレーコードは覚えやすいですね、うん、まあ根気よくねやり続けられるんだったら毎日毎日この F を練習するっていうのはもちろんありなんですが、まあ、僕がねそれで覚えられなかったんですよね。僕それでねギター面白くないなと思っちゃって一回挫折しかけてるんですよね。そんな時に友達に教えてもらったこの F メジャー7で代用ひとまずしてギターに慣れたらいいんじゃないみたいな、そういう風に、ね、アドバイスもらったんですよ友達にね、うん、そしたらね覚えられたんでね本当にありがたい限りですその友達にはね、うん、それ以来僕はこの F メジャー7で覚えるように最初は教えてますね、レッスンの時とかね。あ、それでみんなね F まで弾けるようになってますのでね、うん、ゆっくりとやってみていただけたらなと思います。ということで以上が今回の登場コードになります。ではここから右手に関してやっていきたいと思います。まず一番最初ですよね、ダラダラダーダラダラダー、ストロークがいいですよということですね。なのでダラダダダダラダラダダラダラダダラダラダダンダンツカツカトンダンツカダンダンツカツカトンダンツカで、こちらですね、まあ後ほどお手本弾きでコード出しながらね僕はコード、A マイナーとか言いながらねやるんですけれども、その前に先にお伝えしておくと一小節の中に2つコードがあるパターンが多いです。その時はタンタンツカツカトンタンツカの中でコードチェンジをしていきましょう。まあ例えばタンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカ、コードチェンジ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 みたいな流れってことですね。タンタンツカツカトンタンツカの中でコードをチェンジしていきましょうねということです。でですね、もうとにかくこのストローク自体も非常に難しいんですよね。一定のリズムでこうやってやりながら、しかもさ弾き語りって歌いながらやることなんで、もう余計ね分かんなくなってくると思うんですよ。なので一番最初は本当のド初心者の場合、全然ギターに慣れてないみたいな、そういう状態の場合はコードすら抑えられないはずなんですよまずはね、なのでダウンで、まあ、親指だけでいいので、ビッグノーツとね結構動き硬くなりがちでリズムって合わせづらくなるんですよ。リズムの感覚がね、安定しづらくなるので、まずは親指のこの腹だけで弾く、ダウンでしてまたダウン、してまた弾く、まあ後ほどねお手本弾きっていうのがありますが、そのお手本弾きに合わせて弾けるところだけでも親指の腹で弾いていく、追いつかないんだったらその弾けるところだけを弾く、だから Am7 B7 E7 G みたいな、そういうこういう流れだったらですよ、後ほどのお手本弾きで早いんですよねやっぱりね初心者の方に。だったら Am だけ弾くとか、Em だけ弾くとか、できるところだけ弾いていくでやっていくと、だん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 できるところ増えていきますから、で B7 は Bm7 にしておくとかね、何でもいいですからね。まあ、そうやって自分でどうやったらできるのかっていうのを考えて、できることでできることを増やしていくっていう練習がおすすめです。僕体育でもねそういう教え方するんですけど、まあ、結構ねできるようになるんですよね。できることでちょっとずつやっていくとね、あとその方が楽しいのでね、そうやってほしいなと思います。で話を戻しますが、イントロターンターン通過ツッカトンターン通過で OK ですよということですね。ちなみに別パターンだったらこれもありです。これ何かっていうと、タンタンタンツカツカトンタンツカ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 というパターンですね。これはタンタンタンっていう風にダウンが多くなっております。こっちでもいいです。だからこれとタンタンツカのさっき紹介したやつを組み合わせてこの曲を表現していくっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。そして A メロ。逃げ出したい夜の往来、行方は未だ不明、回り回って虚しくて回っちゃったワンワンワンってやつですよね。はい、こちらなんですが、こちらタンタンツカツカトンタンツカタタ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 タ
ということで、イントロと同じです。まあ大体曲ってね決まった型がありますので、その型にどのストロークが当てはまるのかっていうのが分かれば、あとはそのストロークを、適宜当てはめていくという、そういうね、まあ曲ってやっぱりパターンがあるのでね、この曲の場合はターンターンツカツカトンターンツカ、もしくはタンタンタンツカが合いますよってことです。それは A メロも同じっていうことですね。そして B メロ、今日だよどうかしようのところですね。ここも実は同じです。タンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタタタタタということで、タンタンツカツカトンタンツカのリズムというかストロークですねでやっていく。で、真実も道徳も動作しないから頼るでもっていうところなんですが、今みたいに素早いコードチェンジが入ってきます。で、一小節の中に1個ずつコードが入って、4つコードが入ってるんですよ、1小節の中にね。なので1拍の中に1つのコードが入っているので、1,2,3,4 というふうに、そこの部分は全部ダウンで1個ずつ弾くのがいいです。つまりタンタンツカツカトンタンツカタン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 っていうふうにやるってことですね。まあこんな感じです。タンタンツカツカトンタンツカタン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 ツカツカトンタンツカタンっていう風にやっていくっていうことですね。これは難しいですね、本当に難しい、だからね難易度 B なんですよね。難しいコードチェンジが難しい。あと B7 っていうコード自体はね難しいのでね、苦戦する人多いんじゃないかなと思いますね。ただこの曲いい曲なんでね、好きな曲になる人も多いと思うんですよね。だから好きな曲で練習するっていうのはものすごくいいことなので、まあぜひ果敢にね挑戦していただきたいなと思います。まずはゆっくりですね。そしてサビ、たった一瞬のこのきらめきを食べ尽くそう二人でというものなんですが、僕は適宜アップをね増やしたりとか、まあ、タイミング変えたりとかして弾き語りするときにメリハリつけるようにするんですよね。まあでもそれって初心者の方はまずは考えなくてよくて、そのギターに慣れてからそういうことをやればいいんですよ。だんだんね退屈になってくるんですよ、やっていくと。決まったパターンばっかりやってると、で自分の歌に合わせてもっと変えたいなっていう風になってくるので、そうなったらそういう風にやってほしいんですよね。で僕としてはそうなったらオンラインサロンの方で質問していただきたいですね。そしたらね、もうそうやってねやってくださってる方結構いるんですけど、そういった方々にはこういう動画撮ってね、ちょっと送ったりするんです。こういう風にするといいかもしれないですね、こういう風にやってますよとかね、電話相談みたいな感じ、電話相談、ビデオ相談か、動画相談みたいな感じでやってたりもするので、まあその段階になったらオンラインサロンを利用していただくといいんじゃないかなと思うんですが、話を戻します。つまりですね、これは別に複雑なことしなくていいですよってことです。つまりたった一瞬のこのピアン、タンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタンっていう風にですね、まあさっきやってたタンタンツカツカトンタンツカをやればいいですよって話になります。もしくはタンタンタンツカツカトンタンツカ、どっちも合いますからね、両方試してみてほしいですね。でサビの稲妻のように生きてたいだけ、お前はどうしたいっていうところなんですけど、これ後でねお手本引きでも出てきますけど、1小節の中にいっぱいコード入ってるんですよね。1小節の中に4つが入ってて、そしてその次が1小節の中に3つなんですけど、これ結局 C D B マイナー E マイナー A マイナー B7 E マイナー E マイナーっていう風な流れになってます。これはもう詳しくはねお手本引き見てほしいんですけど、稲妻のように生きてたいだけ、お前はどうしたい、ここはタンタンツカツカトンタンツカっていう風になるってことですね。そして感想になっていくわけです。でサビの前とか、僕お手本弾きというかね、音源カバー音源の方ではタン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 とかってやったりもします。で別にこれタンタンツカツカトンタンツカでもハマります。タン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 で、これダウン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 でやってるだけなんですよね。で別にタンタンツカツカトンタンツカやった後にサビに行っても OK です。つまりたった一瞬のっていうのと、っていう、まあこれ好みだと思うんですよね、もはやね。でダウン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 の方が簡単かもしれないので、まあそこは適宜合わせてやっていただけたらなと思います。好きな方でねやっていただけたらと思います。でまあ感想がありまして、2番になると、2番は1番と同じですね。で D メロです。愛にサイレン、遠くのサイレン、響き合う境界線っていうところですね。はい、ここなんですが、 E7Gmc Fm7 っていう風に、これ米津さんのね PV とかねご覧になると分かるんですけれども、ここで曲の雰囲気ガラッと変わるんですよね。めちゃくちゃかっこいいんですけれども、ここ何やってるかって、もうダウンだけでいいですね。ララ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 ラ
でダウンだけじゃ物足りないなっていう人はダウンアップアップっていう風に、まあ、ピック僕持ってないんですけどピック持ってると仮定してダウン、愛にスイレン遠くのサイレンみたいな感じですね。ダウンアップアップダウンアップアップ。でこれ何やってるかっていうとダウンストロークで全部弾いた後に1弦と2弦を弾いてますよってことですね。ララ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 ラ、うん、適宜1弦だけにするとかね弾くのだからラララタタ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 タ、うん、アップで1弦か、まあ、1弦と2弦ですね、まあ、どっちでもいいですけど1弦だけにするのか1弦と2弦両方弾くのかタンタンなのかタンで空白を入れるのかっていうのはそこはあの自分の表現したいパターンで構いません。まあでも初心者の方はねそこまで考える余裕ないと思うのでまずはここダウンだけもしくは1本だけ、うん、ダウン1本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 、うん、気持ちゆっくりやってあげるとねこの曲のそのメリハリがよりつきやすいんじゃないかなと思いますが、まあ、ひとまずはねあのお手本弾きでねあのこの後やりますので、まあ、その感じで真似して弾いていただけたらなと思います。もうとにかく難しいと思いますんで、ね、最初はね。で D メロが終わったらサビなんですけど D メロの喧嘩しようぜ背中引き下げての本当はサビの前はボディ叩いたりするといいかも。でだった一瞬のっていう風にやるのもいいんじゃないかなと思いますね。ということで今のがですね右手の解説になります。まあ今みたいなストロークだから要はターンターンつかとターンターンターンつか、まあどっちか合わせてね使ってやってみてくださいねってことです。でも初心者の方の場合はまずはダウンですね。もうピックを持たなくていいです。親指だけでこうやって、うん、やるところからゆっくり歌をやっていくってことですね。まあ僕だったら一番最初僕だったら本当にたった一瞬のこのきらめきをぐらいの感じでねやりますからね、うん、で僕の生徒たちもねそこから始まってできるようになってきてます。まあ、ある程度ね弾ける子も生徒にいたりなったりねする子もパターンもありますのでそういった場合は、まあ、これは飛ばしますけどそうじゃない場合はもう本当にど初心者の場合は今みたいな練習から始めていきますのでいきなり曲を弾こうっていうよりかもとにかくゆっくりでもやってみようっていう風にやってほしいなと思います。では最後にお手本弾きをやって終わりにしたいと思います。カップを読んでねやっていきますのでねいきましょう。A-7 B-7 E-7 G A-7 B-7 G A-7 B-7 A-7 B-7 A-7 B-7 G A-7 B-7 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 A
Bb7 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 Bb7
Bm、Am、D、G、Am、C、B7、Em7、Em、Am、D、D7、G、Am7、C、D7、G、C、D、Bm、Em、Am、B、Em、Em、Am、G、D7、Em7、E7、G マイナー、C、C メジャー、C、B7、E マイナー、今の F メジャーです、ごめんなさい。E7、G マイナー、C、F メジャー、C、B7、E マイナー、頭がパンクしそうです。E7、G マイナー、C、F メジャー、C、B7、E マイナー、E7、G マイナー、C、F メジャー7、C、B7、Em7、トントントン、Em7、Am7、E7、G、Am7、C、B7、Em7、Em7、Am7、D7、G、Am7、C、D7、G。Em7, Am7, D7, G, Am7, C, B7, Em7, Am7, Am7, D7, G, Am7, C, D7, G, C, D, B7, Am7, Am7, B7, Am7, 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 G, D7, Em7 で終わり。はあ、ということでね、ごめんなさい、 C メジャー7って言っちゃいましたけど、あれ F メジャー7です。あの書いてあるところが正しいのでね、の僕の言葉に惑わされないでいただきたいんですけど、ミスるなって話ですね。本当に申し訳ありませんでした、ごめんなさい。ということで今のがお手本的ということになります。前日にねカバー動画上げてますので、そちらもね、あのバレーコードを使ったりとかでやってるので、そちらも参考になるかもしれないので、まあ、聞いていただけたらね普通に嬉しいです。あの一生懸命作っているものなのでね、はい。ということで今回は感電という素晴らしい曲をやっていきました。他にもわからないことがあれば、僕はオンラインサロンっていうのもやってますので、そちらで質問していただけたらと思います。オンラインサロンでは動画の先行公開に加えて未公開講座もやっております。もう過去のものからね、あの入っていただいたのも全部見れるようになっておりますので、もしよろしければ見てみてください。ということで、くまき音楽チャンネルでした。応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あれば、ぜひお気軽に連絡をください。